重げふじのそれ個展にありますよよありがとうございますここからは金曜日のスタジオ部員重げさんによるコラムのお時間なんですが、はい、今日はそれ個展にありますよの中のしげふじが推します、はい、そうですね今日は重げふじが推しますということで、うん、え先日見てきた木下歌舞伎の肝心調ということをお話ししたいと思っています、うん、木下歌舞伎っていうのは木下雄一さんが主催している劇団なんですね それで木下歌舞伎というぐらいだから古典歌舞伎の脚本をベースに上演演劇を上演している集団なんですね。あ,あじゃあ演劇なんだ。演劇ではないのそうなんです。で木下歌舞伎の台本は何がすごいかっていうとこう古典歌舞伎の脚本をとにかくこう大胆にアレンジをしていくんですね。例えばどんなアレンジをしているかというと登場人物が喋る言葉。 古典だとまあ昔の言葉使いだったりするんだけれども木下歌舞伎では全編現代語に翻訳されてたりと、うん、かりやすい衣装が着物じゃなくてスニーカーにジーパンにカバンはリュックサックだったりキャストもこう女性がいたりダンサーがいたり多種多様だったり。 で舞台セットも黒い舞台に白い照明がパーンと当たるとか流れる曲も現代的なものに全て置き換えられていてこう一見まあ現代劇みたいな感じなんですよね。でこんな大胆なアレンジを古典歌舞伎の脚本に加えていわゆるリブートみたいなことをしているんですね。うん、なんで木下歌舞伎は全く古典の知識がない人でもまあ言葉を理解できるし、まあ、難しいって感じる部分がまあほとんど ない。だからこう木下歌舞伎は僕たちが歌舞伎座に行って見ることができる歌舞伎とま同じストーリーなんだけれども、でもなんか全く違ったようなものを見ることができるんですよね。うこういうアプローチをする理由を木下さんはねこんなかこのように言ってるんですね。歌舞伎を見たことのない方にその魅力を濃縮してお届けするのが木下歌舞伎だ。 ということで、まあ、僕もすごい大好きで何度も見に行ってるんですがそんな「木下歌舞伎がえ勧進帳」っていうのはさっき言った「勧進で」で寄付をするための「勧進」っていうそこに書いてある「勧進帳」なんですけれども江戸の末期にできた歌舞伎の代表的な作品でまあ皆さんリスナーの方がご知ってるような数々の名人、うん、市川團十郎とか松本幸四郎とか尾上松緑なんかが、まあ、ずっと代々 手掛けてきてき今の團十、うんえー、郎さん幸四郎さん松緑さんも手掛けてきている、まあ、歌舞伎にとっても大切な作品なんですよね。でこの「勧進帳」っていうのは源義経とその家来の弁慶の物語なんです。でこれの時代,時代背景を解説すると この頃の源義経っていうのは兄である将軍である源の頼朝とすごい不仲になっていて、まあ、指名手配として全国をこう追われている立場になっていると。で頼朝は何としても弟の義経を捕まえたいと思って各地の関所で義経が通ったらそこで捕まえてやろうみたいな感じでずっと警戒をし続けてるんですよね。で、勧進帳はその北陸の関所ある関所を通ろうとした時の物語で 義経と弁慶一行はこう山伏っていう山でこう修行する人の格好をして関所を通ろうと企てるとただこう関所の門番から「あれこれあいつ通ろうとしてるの義経じゃね?」っていう疑惑を向けられてこんな絶体絶命の状況からこの二人ではどこ,のこの人たちはどう抜け出すのかみたいなのが見どころの,まああの義経と弁慶とそれを疑う彼らを疑うこの門番との間に繰り広げる人間ドラマなんですけれども。 肝心場ってブルボンさんも西川さんも見たことあります？私は何度もあります。<あ>もでももうすごいよくかかってる。そう。うねおなじみの作品ですかね。ちゃんと通してってイメージない私<ー>ごめんね。ちょうどあのとですね肝心場は。 中学校の音楽の教科書にも取り上げられていてうそうなんですちょうど僕と西川さん世代は教科書のきっと肝心調が多分出てたと思いますこういうとこでもジェネレーションギャップがあるのね、うん、<laughs> そうですねだからやっぱだし粉乳世代ってアルマイト世代のボボ牛乳そうです白米のご飯も出てた花道をね使うのがこう印象的なトルロッポーの絵画ですよね,すよね、うん、こんな木の下歌舞伎はこの肝心調をどうやって変えていったかっていうと、うん、もうこれがね驚くほど変わったんです まず弁慶を演じる役者さんがリーゴセ世さんというアメリカのオレゴン州出身の方なんです、ね、<ら>だからもう海外出身のゴリゴリマッチョな方が弁慶を演じるんですね、えー、もう図体的にはすごくぽいって感じはあったぽい感じもう超ゴリゴリ、うん、でこれ一見トッピなアレンジだと思うんだけれども弁慶っていう男はもう結構数々の逸話が残っていてこれが日本人離れしたエピソードなんですよね例えば あの義経が雨,雨降ってきちゃって義経が「あ、うん、雨宿りしたいよ」って言ったらそこら辺にある巨大な岩をひょいっと持ち上げて屋根を作ってあげたとか「うん、わあ綺麗な山があるなー」 って言ってその山をひょいって抱えて持ち帰ろうとしたと嘘ですよね吉田って本当なんか倒れないんですよね <laughs> 倒,れも倒れないし <laughs> だって最後すごい矢をいっぱい刺さった状態でとかね <laughs> そ,うそ,うそんな逸話もあるもんねそうだから弁慶が綺麗な山をひょいって持ち上げたりとか、うん、巨大な弁慶がね巨大な岩をひょいって持ち上げたらそこにくぼみができて、うん、そこが池になったとかね まあ全部嘘嘘だとは思いますい嘘じゃないんですけどね、うん、ブルーモンさんのコラムとねつながってきましたね <laughs> いろいろね。まあそんな日本人離れした弁慶っていうところにリアリティを出るために出すために。 やっぱアメリカ出身のリー・ゴセイさんが弁慶を演じるっていう、こう木下歌舞伎はアレンジは突飛に見えて、実はちゃんと裏付けとか理論ができているんですよね。で、こんなリー・ゴセイさんが演じる弁慶の名場面なんですけども、これはね、僕、重藤がかなりおすすめなシーンなんで、ぜひ皆さんに見ていただきたいんですけれども、こう、門番からね、疑は疑いをこう、門番からこう疑いを晴らすために弁慶はこう起点を聞かせて、こうあろうことか仕組んである、こう、義経を杖でね、 叩くんですよね。<ー>で忠誠を尽くした主君を叩いてまで石橋を通りたいっていうその弁慶。いわ<ー>、うん、ぶつければいいじゃん。<笑><笑>できるんだから。<laughs> もうそこもこのこんな怪力なマッチョな男が何に主人様叩く腰ばい感じ。腰ばのも <laughs> ボッコボコに何度も何度も叩くんですよね。そこに木下歌舞伎はピカッとこう署名が変わって<ー>これがもう。 劇的なアプローチを加えているてすごい興奮したってんで是非ブルポーヌさんにもご覧いただきたいなと思うんですけれども,も入り口としてすごくいいってことだよね。そう これを見て、えっと、じゃあ歌舞伎座歌舞伎座では勧進帳は年に1回か2回かかるからあじゃあ歌舞伎座に行ってみようかなっていうすごいいい動線補助線が引かれてるなっていう感じでちょうど木下歌舞伎の勧進帳は今沖縄から上田山口水戸京都って,って全国ツアーが始まるんでぜひご覧いただけたらいいなと思っています。うん、見たたくなりました、うん

っていう、まあ、将来、ここから歌舞伎好きになったって方が、うん、多く、るだろうって結構いらっしゃるんじゃないですか。はい、そう考えれば、木下歌舞伎って、本当にね、うん、大きいですよね。インフラ整備を、ちゃんとなさってるなっていう感じは思いますね。今日は、重藤が押します、木下歌舞伎。重藤行の、それ、古典にありますようでした。お知らせの後は、桂宮司のザブトンファイブです。